延長戦でダブルプレーに倒れた韓国選手、とんでもないことになっていた。日本の優勝で幕を閉じたカーネクストアジアプロ野球チャンピオンシップ2023の決勝戦で韓国選手に悲劇が起きていた。決勝戦が2対2で延長に入り、無視1、2塁から始まるタイブレーク制でキム・ドヨン内野手は10回の先頭打者として打席に立った。その際に夕頃で併殺を避けようと1塁にヘッドスライディング飛翔、その裏の守備から交代していた。韓国のキア球団は21日、キム・ドヨンが20日に球団指定病院で検診の結果、左親指の中四関節内側部靭帯断裂と剥離骨折の診断を受けた。22日に靭帯縫合手術を受ける、リハビリ期間は約4ヶ月必要とされる予定と明らかにした。まだ20歳の高卒2年目だが、今季韓国プロ野球では84試合で打率、3割3厘、7本塁打を記録した期待のホープ、来季への影響が心配される。わあ、マジか。あのプレーで結構痛そうにしてたけど想像以上に大怪我だった。結局なかなか大きな出足やったな。確かにあの時痛そうやなと思ってて心配にはなってた。想像以上の大怪我、あまりにプレーの代償がでかかったな。一塁へのヘッドスライディング、気持ちは分かるがリスクが大きすぎるね。世界の盗塁王の福本豊さんが常々言うように走り抜けた方が早いみたいだし、あまり演出はする意味なさそうだけどな。福本が見てたら何しとんじゃ危ないって言うよ。一郎なんかはそのリスクが高いからヘッドスライディングは絶対にしないと言ってたもんな。多分彼も頭では駆け抜けた方が早いと思っていたかもしれないが、心が止められないんだよな。ああいう緊迫した場面ではなんとか一瞬でも早くベースに触りたいとの思いが無意識のうちにヘッドスライディングという行動になってしまう。でもこの韓国選手がそれだけ必死だったということで私は尊敬する。賛否両論あれど、この韓国選手の気迫は捨てがたい。打高の KPO とはいえまだ20歳で3割7本って結構な有望株だろうし、どこのチームでも若手有望株だけがするのは悲しい気持ちになる。まだ若いし、とりあえず焦らず怪我を治してほしいね。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。